皆さんおはようございます。今日のイタリアはもうすごい晴天です。すごい晴れてて、なんか2月だと思えないくらいいい天気なんですよ。今日はね、これから町の郵便局に行きたいと思います。というのも来週結婚式をするんですけど、その結婚式の会場の料金をまだ支払っていなかったので、郵便局で支払いをしたいと思ってます。ここで結婚式を挙げます。イタリアの結婚式ってちょっと日本と違っていて、結婚式をしないと結婚が認められないんですよ。なんでどんなに貧しくても、どんなにお金がなくても、絶対結婚式をしなくちゃいけなくて、で結構お金がない方とか、別にこういうとこでしたくないよって人は市役所 のオフィスの中でしたりするんですけど、今回僕たちあまり お金を結婚式にかけてないので、ここをちょっと予約しました。ちょうど今郵便局に着きました。いや、やっと着いた。結構長かったんですよね。30分くらいもう歩いてます。普段だったら自転車で行くんですけど、今日はちょっと街の様子も撮影してみたいなと思ったので歩いてます。歩くとやっぱ時間かかりますね。いや、もう疲れた。じゃあちょっと郵便局で支払いしてきます。ちょっとすごい混んでて時間かかりそうだったんで、別の場所に行ってみたいと思います。いや、もう本当にすごい混んでて、整理券取ったんですけど、僕の番号が126で、今待ってる人が80なんですよ。ありえなくないですか、こんなに待つ。なんでちょっともうちょっとちっちゃい小規模の郵便局に行きます。待ってます。119番なのでもうちょっとです。さっき払ったのは、結婚式の式場を、借りる料金なんですけど、全部合わせて150ユーロでした。あと消費税合わせて 151.60 とかだったんで、まあ大体いくらなんでしょう、2万円もしないくらいです。で、式場を借りるのってなんか日本と違って、すごい長い間その午前中だけ借りるとかっていうのができないみたいで、午前中の15分間とか、例えば11時半から12時までとかっていう、なんか15分刻みで借りれるらしいんですけど、で僕たちもちょうどの15分刻みで借りてます。なんか15分で150ユーロ取るってかなりぼったくってますよね。だって10分で10ユーロなので、10分で1200円くらいって、ちょっといいバイトの時給くらいしませんか。な感じでちょっと150ユーロ払うの嫌だなと思ったんですけど、まあでも日本の結婚式に比べたら安い方ですよね、150ユーロって。今ちょうど家に向かって帰ってます。
あのあとカフェで少しゆっくりした後、もうちょっと用事があったので、ちょっといろいろと用事を済ませてたら夕方になりました。いやもう本当に良かったですよ。今日あの郵便局でお金支払えて、もう結婚式の日取りを決めてから結婚式まで本当に1週間あるかないかくらいの、本当にすごいスケジュールが詰まっていて、ちょうどあとすごい残念なことに彼がちょうど出張で今いないので、彼にこう協力してもらうことができないんですね。なんで私一人でこの全然イタリア語が話せない私一人でこう頑張らなきゃいけないので、なかなか大変ですが、今日本当に結婚式の費用が払えたのはもう一つステップ、次のステップにこう踏み出せたので良かったと思います。とはいうえとはいうえ、まだまだこういろいろやらなきゃいけないことが残ってます。結婚式がもう来週なので、ちょっと早めにいろんなことが終わればいいなと思ってます。じゃあ今日はこの辺で終わりにします。